兄の捕縛作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃ。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え、それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばならん。妙って、あの、貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に。まだ人が残ってるんだ。助けてくれ。怖くなんかないんだから。手分けして村の住人を探そう。ここまで連れてくればなんとかなるだろう。怖くなんかないんだから。お願い、逃げ遅れた人を見つけたら縁談で知らせて。分かったぜ。縁談、やばいってことだよな。行くんだから。お前ら無事だったか。はい、なんとか。何あれ。まずいよ、17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。なぜだ。巨人が一斉に走り出した。早い。まさかあの貴公子の仕業が。このまま撤退しても追いつかれちまうぞ。戦わなきゃ、あの貴公子を倒すんだ。怖くなんかないんだから。なんだこいつ。毛皮のせいで刃が通らねえ。私どうするの。巨人ってより獣だもんな。もしかして火が苦手だったりしねえかな。怖くなんかないんだから。
獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああでけえし毛むくじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの貴公子じゃないとしたら一体。予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あ、あれは調査兵団か。私はチュートン兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここはチュートン兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは、巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい大変だ、巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって巨人を引きつけましょう。その間に本体を離脱させるんです。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるな。足の速い巨人はおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。どうして、おとなしくしてろ。てめえだ、苦戦してやがるのか。おとなしくしてろ。続け、私も行きます。何の音。気をつけろ、岩が飛んできたぞ。まさか巨人が投げたの。全員立ち止まらないで、標的になる。行く。馬を失ってしまった。このままじゃおとりにもなれず死ぬだけだ。おとなしくしろ。あそこに向かおう。馬が一頭でも残っていてくれれば。前回遭遇した時は火で撃退できた。俺捨てていくか。また巨人が集まってきたぞ。まさか獣の巨人が呼び寄せたってのか。何度も巨人を呼ばれるわけにはいかねえ。周りの奴らを減らしたら一気に奴をやる。減らしてくれよ。了解です。危機は切り抜けたようだな。
しかし妙じゃねえか。穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地からの増援も到着している頃だ。ストヘスクからウォールローゼに戻ったリヴァイは、調査のため巨人の襲撃を受けたという町に入っていた。生存者はいたか？一人もいません。みんな食われちゃったんでしょうか。でも死体が一つもないなんておかしいですよ。どこを探しても血の跡すらありませんよ。じゃあ町の連中はさっさと避難したってことか。そうですよ、きっとそうです。そんな情報は入ってねえし、避難した痕跡も見当たらん。ってことはどういう。さあな。兵長、町の周囲から巨人の群れが接近中です。ち、迎撃するぞ。やる。統制の取れた奴らの動き、おそらく獣の巨人が近くにいるだろう。巨人を殲滅し奴を炙り出す。行く。そろそろ出てきても良さそうだ。容疑が外れたか。獣の巨人を確認。こっちに来るぞ。好き放題なやつ。だがそれも今日までだ。クソ毛皮野郎。取り逃がした獣の巨人の行方を追っていた調査兵団は、ウォールローゼ郊外の城跡まで進出していた。古城か。ミケ分隊長、あれは。巨人にやられたんだな。あれ、でもなんで立体起動装置をつけてねえんだ。馬も殺されてる。巨人は馬に興味はないはずなのに。普通の巨人はそうだが、あの猿はどうだろうな。
剣を抜け。え？巨人の群れが近づいてきている。それにあの巨人もいる。獣の巨人ですね。ああ、これはチャンスだ。ここで決着をつける。デミエ班出発しました。うまく別動班が逃げ道を封鎖してくれれば、ここで獣の巨人を仕留められる。さあ戦うぞ。俺たちは奴らをこの城跡に誘い寄せる。俺の手伝い。獣の巨人、今日という今日は倒させてもらうよ。今度こそ獣の巨人を討伐するぞ。ジャン落ち着けよ。味方と協力するんだ。また新手の巨人です。複数体接近してきます。てめえの計全部殺して、その後に裏地を削いで。あの獣を倒せば、お肉、きっとお肉が食べられるはず。
各兵団の精鋭たちによる必死の活躍により、ウォールローゼ内地に現れた巨人たちはあらかた撃破された。しかし内地に現れた巨人の謎はついに分からず、兵士たちは言い知れぬ不安を抱えたまま町へ帰還した。陛下は奴らを逃がしたまま帰還してよかったんでしょうか。見つけて殺すまで壁内をさまよいたいなら、お前だけそうしたらどうだ。壁に穴は開いてなかったということは、奴らは壁を自由に越えられる可能性が高い。だとすれば向こうから現れてくれるのを待つしかないということですよね。ああ、壁内に現れた普通の巨人たちは壁を越えられないと思うけど。うん、そこが不思議なところなんだけど。今の音、まさか。エレン、クソ。ぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。この世界を地獄に変えたのはあいつらだ。駆逐してやる。また繰り返すつもりなのか。今は感情的になっている場合じゃない。私も行こう。とにかくこの町で止めないと。ついてきてほしい。私も行こう。超大型巨人が動いた。オート側の壁も壊すつもりなのか。そうなれば人類の活動領域は致命的に狭まる。何としてもここを死者するんだ。超大型とはいえ巨人に変わりはない。まずは足を崩して動きを止めるんだ。私は例の兵器を準備するから、目標地点まで援護してくれ。分隊長、手伝います。体中の部位を削ぎ落とす。よし、今が攻撃のチャンス。頼む。了解だ。狙う。よし、兵器の準備ができたよ。これで超大型巨人を狙うんだ。蹴散らしてやる。Yeah!
巨人が手をついたぞ。状態を支えきれなくなったようだ。背中へ駆け上がって、うなじを削ぐのよ。カッサバイデル頼む。了解了解だ。戦わなければ勝てない。もう一度狙う。くそ、全身から熱い蒸気が。身を守っているのか。さっきの攻撃は致命傷じゃなかった。でも今は蒸気が邪魔で近づけない。こいつはきっとまた移動を再開する。その時にまた攻撃を仕掛けよう。話に聞く鎧の巨人か。注意しろ、波の巨人とは比べ物にならん。サバイデル頼む。了解了解。そげる部位全て削いでやる。鎧の巨人、お前たちのせいで人類は。足を崩してから一斉に畳みかけるぞ。切られるのは勝者だけ。やったか。助かった。ついてきてほしい。俺も行く。感謝する。動きが止まった。やったのか。だが他の巨人のように消えないぞ。なければ勝てない。まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。
中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が汚れぞ。エレン、くそ、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。